プロデューサーさん、スタジオ撮影いよいよですね。とっても嬉しいです。これから着替えて宣材写真を撮影するんですよね。私もいよいよアイドルの仲間入り。緊張しちゃいます。フラッシュがいっぱい焚かれて眩しいし、メガネに反射して NG になったら嫌だな。いやいや、メガネは絶対に外しませんよ。だってこれは私の体の一部ですから。というか、メガネを外して写真を撮られるなんて、その上たくさんの人にそれをジロジロ見られるなんて、そんな恥ずかしいことできません。だからメガネを外すくらいなら服を脱ぐ方がまだマシです。あ、今のは言葉のあやと言いますか。そんな覚悟はないですし、ほらアイドルですから私、そういうのは NG ですって。ですよね。それにほら見てください、このメガネは今日のために新調したとっておきなんですよ。昨日一日かけて悩みに悩み抜いた、厳選した一品なんです。こんな素晴らしいものを外すなんてもったいないじゃないですか。だから今日はこのメガネで撮影に挑みます。でも本当はこれに頼らなくても私はもう大丈夫ですけどね。だってメガネも含めた全てが私という存在だって教えてくれましたよね。そう思えるのはプロデューサーさんのおかげです。プロデューサーさんが私の全部を認めてくれるからです。じゃあ撮影頑張ってきます。その目を曇らせないで見守っててくださいね。あと最高の私をその目に焼き付けて。